BKB ファン。いたたたた。はい。こんにちは。こんにちは。はい。ツイキャスには流してるよ今。そうなの？うん、こんにちは。うわ、びっくり。でしょ。この歌なんていうの？ホットリミット。なんか右側に今の西川さんと左側に昔の西川さんみたいなシーンとかって言っちゃったね。はい、こんにちは。でもあれだよね、大阪は21度雨って。大阪から、大阪涼しいね。21度って割と涼しくない？うん、昨日沖縄は37度ぐらいあった。そんなにあったのか。そうなんですよ。ちょっと沖縄ピーカンでですね、もうガンガン太陽さんが視聴してる。37度ぐらい、水恐ろしい気温が。暑かった。傾斜にいいんですけど。鹿児島からだ。鹿児島も雨って。あ、やっぱ梅雨の時期。あれだね。沖縄でやっぱ梅雨明け宣言をされたということは、九州とか本土側に向けて梅雨が押し寄せていってるってことなんですね。大阪昨日31度ってよ。暑っ。まあでもそうなんですよ。沖縄は太陽で暑いんですけど、内地は内地でなんか都会で暑いんですよ。なんだろう、何コンクリート断固と、そうそう、それアスファルトの反射熱で多分えらい暑いとか。島国なんで、うん、その分風が通るっていうか、うん、あれではあるんですけどね。雷鳴ってます。雷、懐かしい雷。沖縄でも前結構鳴ってましたね。鳴ってたね。いつ金曜木金、 そこら辺はすごい水気ぐらいですね。はい、彼が終わり前ぐらいですかね。雷、よいしょ。どっち側にもすっげえ。あ、まあ、あ、分かった、反対だ。どうした、どうした。サイさん、ちょっとヘッドホンがあれだぞ。島県だから、あ、海風が旬トークというわけでですね。ごめんなさい。大丈夫、これだって決めてないもん。BGM 決まってないもん。大丈夫大丈夫、ありあり、そんなのありあり。まあ今週もですね、ちょっと旬なっていうか、まあ季節感のあることについて話してみようぜっていう。はい。まあ今回はね、なんかそのまま夏っていうストレートのテーマでいきたいと思います。はい。まあ、梅雨明けしたんでもう夏だねっていう、うん、本当に。でも沖縄正直梅雨明けする前から夏だけどな。夏が来て梅雨が来て夏みたいな。で秋がなくて冬みたいな。秋はね、なんかギリギリ1週間ぐらいある、ある
1週間だけ1週間ぐらいの長さでちょっとそって入ってくる、そってそって1週間ぐらいの長さでそって入ってくるけど、あの春はね本当に 2,3 日あったらいい方ぐらい冬が終わったなあ、ちょっと暑いみたいな暑いみたいな、この冬服が妬ましくなる、うん、先週もお話ししましたけど、沖縄の冬服は本当に、沖縄の冬服は本当にダメやで、うん、なんか入学式とかで着ていいもんちゃうで、うん、あ、大阪の方ごめんなさいエセ関西弁ごめんなさい、あ、うん、それでどうした？なんでもない。まあそんな感じで沖縄の夏ものすごい暑いんですけど、まあその分ね、なんかレジャーは楽しかったりすると思う、うん、海はね涼しいよね、さえあんまり行かないと思うけど、水着着るの嫌だから、うん、まあ私はあれなんでね、なんかもう幼稚園の頃からずっと泳いでたぐらいの海育ちなんでマジか、プールの方がいいな私ね、プール飽きるんだよね。え、プールいいじゃん。プールいいの？うん、夜に行くのが一番いい。え、夜？夜あ、なんか、ん？でも市営のプールって夜空いてんの？市営っていうか、そういう、こう公の運営してる系の。うん、あの空いてるところは、なんか遊ぶっていうよりは、ただ本当に競技用的な感じのプールが。あー、競技用的なプールでただひたすら泳ぎたいの？そうそうそうはは、人も少ないから遊べるよ、あと日焼けしない。ああ、まあそれはね、うん、確かに。まあでも私日焼け好きだからしまくっちゃうんだけどよくこれでね、あのあれが務まったなっていうね、驚きがあるよね、うん、この演劇部の役者がね。ね、演劇部の役者はですね、基本メイクするときにですね、下地の色がちょっとぐちゃってなるんで、はい、あれなんですよ、本当はいけないんですよ。あと肌荒れとかにつながる、まあね、のであんまり日焼けをしちゃいけないんですよ、はい、けどね、もうね、1年生の頃はあんなに頑張ってたけど、もういいやっ て、 って2年生からね、はい、がっつり日焼けしてる、うん、もう見る間に焼けたでしょ。日焼けといえばあれだよね、春の遠足の時に、うん、うん、そうなんですよ。沖縄はですね、やっぱ日差しが強いんで、もう春の遠足っていうか、はい、入学してすぐぐらいですから、5月初頭はでも新刊だからもう4月中かな、4月入学して2週間後ぐらいだから、まあ4月の10から20何日ぐらいにもうすぐあるんですよ、遠足っていう一大イベントが。あ、一大イベントをその学年ごとに、そのチャタンあたりのビーチでやるっていう、宜野湾市内のビーチで、ね、あー、まあ、ビーチでやるんで、結果的にもうみんなめっちゃ焼けるっていう、4月で焼けるっていう、うん、もうこれだけでね、沖縄の夏のね 6っていうか、もう夏は4からみたいな、うん、4月からは夏、3月も結構半分ぐらい夏みたいな、うん、この気候からしてね、もうメッカであるこの6月から8月ぐらいまでがどれだけ暑いかということがちょっとでも伝わればなと思いますけど、うん、そう、沖縄の夏は本当に暑い。暑い。なんか海風が通ってる日はね、まだ全然いいんですよ、うん、もうなんか旗目から見てて周りの木が揺れてるなぐらい風が吹いてる日は全然涼しいんですよ、うんうん、まあ直射日光にずっと当たったらきついけどそれはきついけど、まあなんか木陰にいたらまあいけるじゃん、うん、けど風が吹かない日はね、木陰にいてもね、湿気がね、ね、そう、海風吹かないのに海の湿気だけ上がってくるっていう嫌な現象が起きるんで。暑いですよ。なんかこう多湿、高温多湿、うん、やはり亜熱帯みたいなそんなところがちょっと悲しかったりするんですけど、うん、どうなんでしょうね、やっぱり乾燥してる方がいいんですかね。多分、うん、エジプトとかは多分乾燥して暑いところじゃないですか、うん、ああいう系のところの方がまだマシなんですかね。あ、でも直射日光に当たらなければいいだけだから割とあれなのかな、うん、
まあでもないものねだりな感じもしますけどね。なんか隣の家の芝生は青いみたいな。あ、実際行ったらここも暑いよみたいな、うん、暑とかなると思いますけど。まあでも砂漠は寒暖差激しいからな、ね、それはちょっとあんまりよろしくない感じはするよね、うん、沖縄は本当はそんなに寒暖差がないんだけど、あれだよね、こう夏の気温に慣れて生きてるから冬が超寒く感じるっていう現象が起きるよね、うん、ちょっと内地の方が、内地っていうか本土の方々からしたら16度とかでお前らは何を言っているんだって感じかもしれないんですけど、そうそう、本当寒いんですよ、寒いんですよ16度でコートみたいなあ、でもこれはですね、無風状態の16度と海風バーバーの状態の16度はちょっと違いがあると思うんですよ体感温度的に。ちょっとこれはちょっと物申したい、違うよそれはっていうだってあれでしたよ、昨年ちょっと修学旅行に行った先輩方に話を聞いたらですね、はい、あの先輩方東京に行ったんですけど、はい、あの関東のあたりにね行かれたんですけども、はい、思ったより寒くなかったっておっしゃってましたからね沖縄の海風の方が寒いみたいな風がなくてそんなに寒くなかったよって言われた時のあみたいなあ、でもあれだよね、旅行客とか来た時に沖縄ってこんなに寒いんだとかあ、うん、よくある。そう、そんなちょっと 冬でも半袖で過ごせるとかはちょっとあんまりいいだよみたいなあ、でも暑い時は暑いからなんかジャンパーぐらいがね、うん、ちょうどいいね、ね、半袖オンジャンパーぐらいがちょうどいい。沖縄の冬はあれですね、なんかコートとかがっつり着てそのまま脱がないぞみたいなやつじゃなくて、パッと手軽に脱ぎ着できるようなね、はい、こう上着を持っていらした方がいいと思います、はい、まあ現地で特徴のある T シャツとかは買ってもいいんですけど、 T シャツとかジャンパーとか特徴一応沖縄的なブランドのやつもあるから、うんうん、そういうところで買っちゃってもいいんですけどね観光なんだから旅行だよ、観光。まあそう、その寒暖差のせいでいつも凍えてるけど、なんか皆さんからちょっとなんだよこいつらみたいな目で見られる、うん、体感温度ってね大事大事気温と体感温度の差は大事。昨日の体感温度は39度とか聞いた。まあ湿気だからなすっごい湿気だからな、あれ湿度何パーぐらいあったんだろうね。ね、結構60、70ぐらいあった気がするけど、むんわり、うん、もうクーラーかけてたらね、あの車の窓にさ結露ができてさ夏の冷たい飲み物みたいになっちゃった。あ、それでそうそう、まあ、沖縄のあじゃない、こう天気のさ、こう気温とかあるじゃない、はい、テレビのニュースの天気予報の時に明日は何度ですみたいな、最高気温何度、最低気温何度みたいな、はいはいはい、ああいうのあるじゃん、うん、あれにさプラス体感温度してくれないから、あーいいね、体感温度は何、なんかこう最高気温何度、最低気温何度、湿度がこれくらいで体感気温がこれくらいみたいなそしたらさ、こう伝わると思うんだよ暑さ、暑さと寒さでも日本一暑いわけじゃないけどねそう、それは本当、それは本当そう、そうなんですよね。やっぱりなんか多分盆地の方が暑いんだよね、うん、沖縄は結構、うん、盆地ってあんまないね、山がないからね、うん、沖縄はあんまり山がないんで、山に囲まれて暑いのも寒いのもたまるよみたいな、そう京都的なね地形はあんまりないんですよね。ないですね。なのでなんかあの辺りの盆地のところがね一番暑いっていう、うん、風が通るだけマシっていうのが、夏は風が通るだけマシ、冬は風が通るだけ寒いみたいななんか一長一短みたいな、うん、そんな感じですねまあ、沖縄の夏について語っちゃってますけど、何かしら他の県の夏はどうなんでしょう、ちょっと気になったりもする。あ、沖縄の夏はねもうなんかただただ本当に象徴的な夏って感じだもんね。ね、
夏のイメージって言ったらこれだよねみたいなのがなんか全部来る感じ、うん、でもなんかこう山を越えた後に台風が来るけんっていうの、うん、なんかあっちとの認識のズレはなんかすごいんだろうなって思うなんか前にエッセイ漫画でちょっと読んだことがあるんですけど、うん、なんかこう九じゃない四国の愛媛あたりですかね、うん、はこう高知の後ろ側っていうか四国の真ん中にある、うん、山岳地帯を越えてから台風が来るので、うん、なんか来ても結構弱いみたいなもう弱まってるみたいな。いやまあ学校が休みになったりとかしないんだったらちょっとあれですけど、うん、それはかわいそうだなって思うかもしれませんけど、でも沖縄の台風結構怖いよ。で物飛んでくるそうそう物飛んでくるんですよ物バリバリ飛んでくる。なんか終わった後になんかベランダが3畳な感じで片付けめんどくせえ、目の前の道路とかもすごいみたいな。あるある、なんかもうゴミが散乱してるなみたいな、うん、まあ、そういうポイ捨てがあるという時点でちょっと悲しいんですけど飛んでくるようなポイ捨てとかなんかちょっと対策に寝れてない場所があるっていう時点でちょっと悲しい感じなんですけど、うん一番学校がなんか木々がわーって揺れてその後の葉っぱの処理があーうん学校の掃除はねめんどくさいそれは本当にめんどくさい、必ずやるみたいなうちの小学校とかね校庭に、うん、あのガジュマルあったからね。あバッサバサ、しかもめっちゃあったしかもなんか地面普通に赤土だからさ、なんか葉っぱだけ取れないみたいな、ザリザリみたいな砂削れるわみたいな、邪魔だったいやまあ、うん、ガジュマルの木自体は嫌いじゃなかったよ、好きだったけど、うん、その辺はやっぱちょっと植物も大変だろうけどちょっとめんどくさいよみたいなわがままね。はい、一応どうなんだろう、伝わるのかな、ガジュマルって正式名称何なのかな、ガジュマル、あれガジュマルなのかな、分かんない、なんとなく方言名な気がするけど、ガジュマル、まあ、でも結構有名な木なので本土の皆さんも知ってるかと思うんですけど、はい、なんかツタかな、うん、結構一、うん、本でドーンと生えてるタイプの木じゃなくてですね、ガジュマルっていうこう基本ヒゲっていうちょっとツタみたいなものを地面に下ろして、そこから大量のツタを下ろして一本の幹にしていくみたいな感じで伸びていく木がありましてですね、うん、まあ、沖縄では結構大事にされてる木なんですけど、うん、キジムナとかごめん私ねなんかツイキャスのコメントが連動してなくてさらに読んでもらえたら分かんないんだよね読む、台風で木が倒れて、高速が通行止めにもなりますよねって、なりますよね撤去作業だよみたいな、あこう渋滞みたいな結構流れるよね、うん、でもね思ったより止まらない気もある、なんかあれとかもあるんじゃん、ドアで指挟むのが危ないみたいな、あうんうん、あるある、でもそれは普通の時も結構風強くて気をつけてくださいねみたいな時はあるけど、ね、高速道路とか、まあ、普通の道路通っててもそうなんですけど、やっぱりそれ風の強い日にいろいろやってると普通にあれですね、こうあれしてきますね、ね、ちょっと車体がガタガタガタみたいな、あちょちょ揺れる揺れるみたいなちょっと怖くなる感じがある、うん、まあそろそろ締めの時間になっちゃってきましたけど、ツイキャスの方は大丈夫大丈夫、じゃあそろそろエンディングに移っていった方がいいのかな多分まあ沖縄の夏はそういう台風と風による体感温度の差とは あれっていう、はい、切り離せないなっていうお話でしたねですね、まあだからといって区切りがあるわけでもないんですけど、うん、うん、エンディング曲も今週正直あんま用意してないし、うん、でもあたりちょっと流そうかな、うん、曲の尺的にあともうちょっと喋らないと足りないんだようん、6分56分に番組が終わるんでね、はい、5分ぐらいなんで尺が曲のだからちょっとエンディングのおしゃべりしてからしゃべりましょう。何をしゃべるの？
エンディングはまあ基本、あ、そう、定型文喋っとく？定型文？この番組ではメッセージを募集していますっていう、ちょっと待って今すっごいあの CM 前の曲だよこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはすべて半角で797@fmギノワン.com です。ギノワンはローマ字ですが最後の N は一文字です。間違わないようご注意ください。また FM ギノワンではツイキャストユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますのでそちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますのでたくさんのツイートお待ちしております。ハッシュタグはシャープ F コーラジオです。 F は半角の大文字、コーは高いのコーです、っていう、はい、一応エンディングに読んどくよっていうタイプのねはい、まあでもさっきっていうかオープニングでですね宿題も言っちゃったんでね、はい、まあ改めて繰り返し言っておきますと、はい、この個人的には嫌いじゃないけどでも直した方がいいと思うよっていうところを指摘するというか、はい、言ってあげるっていう、お互いにねごめんなさいいいんだよ。この間演劇部の反省会で言ってくれた時すげえ嬉しかったからちょっと演劇部でちょっと反省会をした時があってですね、それぞれがなんかどう思ってるかみたいなことをお話ししたんですけど、はい、まあ、さえさんは基本ちょっと今回のオープニングみたいにわからないってその流すことも多かったんですけど、あの自分はですねクソ真面目って言ってもらえたんですよ言ってもらえたーっつってみんなからそこで喜ぶのかって怒られましたよ、うん、でもみんなも後半になってきたら確かにそれは喜ぶわなって納得してただよねって思う、うん、さえから何かコメントがもらえるっていうだけでね特別だよねなんだこの扱いそれは基本君がさあれしてくれないからじゃん、こうなんていうのかな、どう何こう関わってくれないしなおかつ見てくれないっていうかうん、なんだろうね、こう基本何でもいいよとかで済ますしこうなんかどうでもいいよな感じがあるから、うん、でなおかつ、はい、うーん基本姿勢が罵倒だからじゃないか、うん、サクッとテイって投げ捨てる感じで文句を言ってから帰るっていうさこう悲しい感じで締めていくっていうのがさ良くないんだと思うんだよ、うん、じゃあちょっとエンディングテーマ流しちゃおうかな。どうぞ。まあタイトルをちょっとど忘れした。まあ最初にも流したんですけど手島葵さんでさよならの夏、小栗小坂から。まあ、ん？喋っていいの？いいよ。いいんだ。一応もうちょっとで切り上げて止めるけど、エンディングテーマを流しながら喋るつもりではあった。でもちょっと曲の尺が思ったより足りなかったんや。そうか。まあ、あと2分ちょっとで終わっちゃうんですけどね、うん、ちょっとお付き合いいただいたりツイキャスの皆さんとユーストリームの方々にはありがとうございますっていう、ありがとうございます。そしてあとあっちの普通にラジオをお聞きの皆さんもありがとうございましたっていう、うん、はい、来週の終盤はですね、まあいつも通り未定ですだってみんなが呼びかけても返事してくれないんだもん。ごめんなさいね。あ、違うわ、来週はですね、そうお伝えしないといけなかった、普天間高校今月末にテストがありましてですね、テストがあるのでちょっと来週はお休みさせていただこうかなっていうお話をしまして、あちょっと皆さんには申し訳ないんですけど私事ながら期末テストがあってやばいんでちょっとお休みしますっていう7月3日はあのやってくださる方がいるので、その方々に頼んでやっていきたいと思います、はい、じゃあお相手は又吉真奈と又吉紗友でした。再来週も日曜11時にお会いしましょう。